60 seconds 1分間以内に核爆発が起きる世界でサバイバルをするというゲームです。ドルピンさんという小さな参加勢さんがやっていたのを見て便乗してやろうと思います。このゲームは核爆発が起こる1分前に全ての物資をかき集めて、でもって何日間生き延びることができるのか、そういった類のゲームです。最終的に助けが来るまで生き延びたら僕の勝ち。じゃあ行こう。まず初心者からだな。初心者向けで行きましょう。スタート。楽しみだ。このゲーム昔からやってみたかったんだよな。1分間な。了解。了解分かったぞ。家の中にある物資をできるだけ集めて地下シェルター内にぶち込む。ちなみに操作方法はどうやるんだ？まず、この屁みたいな音はなんだ？左クリックで多分物を持ったりするんでしょう。シフトを押すことによってダッシュすることができるんだな。了解した。20秒間この辺りのお家の中を見ることができるらしいから、とりあえず今の間は見てみよう。あ、ちょっと待って。今行くよ。まず水だろ？それから、缶と、あ、水と、それから缶を持って、でもって、この中にぶち込む。了解した。でもって、なんなんだ一体なんなんだ地球上、1分間しかないというのに。ああ、そうだった。まず、子供たちのこと。ああ、ダメだ。クソ、なんてことだ。子供たちやらを持つためには、たくさんの手荷物が必要ということだな。僕には腕が4本あるけれども、その他の腕をすべて使わなければ、この子たちを持つことができないとな。非常に厳しいことではないですか。にしてもこれ、どのようにしたら生き延びることができるのか、いまいちよくわからないよね。健康ブーク、お水、それからお水だ。素晴らしいね。なんだって？他の家族たちはどうするべきか。わからないよ、そんなこと。だけれども、どうしようか。迷うね。あれ？というか、子供以外いなくね？逃げろー！これで、完璧ってことよな。あれ？待って。もしかして僕、ああ、そっか。これはダメなのか。つまり死んだってこと？あ、終わったわ。ああ、なるほどな。つまり、お父さんは最低でも地下シェルターの中に生き延びなければいけないっていうことか。むずくねってか、これ。なんだかこれじゃよろしくないような気がする。ということで、もう一度やってみようか。でもって、僕の名前はお父さんだ。子供たちの位置を覚えよう。まず、廊下にいるのが、弟さん。でもって、お風呂場にいるのが、デブなお姉さんと、奥さんか。あれ？ 4 人しかいないの？じゃあ楽勝だ。ちょっと待って。くしゃみが出る。じゃあまず、この弟さんのことを持ちましょう。それから、もう残ったアイテムを使って、インベントリ欄を埋めてあげましょうか。でもって、確か名前がわかるぞ。覚えている。この女の人はドローレスと言うんですよね。知ってますよ。その奥さんですからね。僕の、奥さんです。で、医療キットと、それから奥さんを箱の中に詰めて、それからこの肥満体型の女性とお水を持った後に、あそこのシェルターの中にぶち込む。大丈夫。よし、これで最低限のアイテム欄はすべて埋めることができた。あとやるべきことというのは、ああ、そうだね。機関銃が必要だ。あとは、猫缶と、それから、グッズも集めておこう。暇になってしまったら、うつ病になる可能性もなきにしもあらずということで。そんでもって、水とか、ああ、そうだな。食料、ね、水、食料。ある程度の食べ物は絶対に必要なわけですよ。他に何か必要なものあるか？懐中電灯だろ？よし、そろそろ飛び込んだ方が良さそうだ。完璧だね。多分な。こうすることによって、どうやら、食料とかが集めることができたから、何日間生き延びられるかなって話だよな。核爆弾の世界で。一応医療キットはあるし、なんかの鍵もあるみたいだ。鉄砲もある、ラジオもある。完璧じゃないですか。それでは何か読んでみよう。爆破直前になんとか全員シェルターに逃げ込んだ。危ないところだった。一緒にいる限りところで何とか乗り越えることができるだろう。スープ缶は体にいいと聞いたことがある。2階に置く場所がなかったから物を一気に置いたのを覚えてる。うんぬんかんぬんで。これはどういうこっちゃ？どういう風なやり方が必要なんだろう。あの棚は缶でいっぱいだ。缶で腹を満たし、缶を枕にし、缶と会話をする。とりあえず、缶がたくさんあるということが分かった。配分はここで選択することができるみたいだが、多分1日目は何もする必要がないでしょうか。OK、分かった。OK、これで1日経つわけか。1日経つのも一苦労だな。
ドルピンはすごいな。誰にも教わってないというのに。そして少しヒゲが生えたお父さん。とりあえず喧嘩は終わったが、いつまで持つだろうか、穏やかな朝を過ごしたため、テッドは元気だ。メリー・ジェーンの機嫌を損ねないようにすることは何も起きていない。今日ドローレスは元気だ。今のところは。ティミーは、けなげに振る舞っている。弱そうに見える子だがよく頑張っている。ということで、名前を整理しましょうか。こいつの名前はテッド。この人の名前がドローレス。でもってこの人の名前がメリー・ジェーン。最後にこいつが、ティミーだ。ティミーってどっかで聞いたことあるな。アンダーテールだっけ？そんでもって、食料とか水はいらないだろう。で、これは2日目。この辺りの放射線量は非常に高い。地上に出ると体には有害なリスクがある。外に行くか否かをここで選択できるというわけか。いらないだろう、別に。メリー・ジェーンは黙ったきりだ。彼女らしくない。話しかけてみるよ。そうだな。話しかけてみた方がいい。喧嘩なんて起きたもんだったら、たまったもんではないしね。お互いのためだ。ほら見ろ。元気そうじゃないですか。温かい飲み物を飲みながら会話を交わすというのは問題を解決する一番の方法だ。温かい飲み物はないが、会話が功を奏したようだ。テッドが生き残るには水が必要だ。メリージェーンに水を与えるのが何よりも解決。ドローレスの喉の渇きはそろそろ限界。ティミは水のことしか頭にない。みんな水が欲しいそうです。なるほどな。じゃあ、水か。めんどくせえな。でも今のところみんな顔色いいし、いい感じかな？ほら、みんな余裕そうじゃないですか。水なんて甘いですよ。ただ、いや、いらないかな。まだ必要ない。みんな絶好調だそうです。ということで、外に出るのもやめておきましょうか。突然変異した生物が食料を狙っている。ネズミか、野生のウサギか、またまた強化したハムスターかわからないが、それはもう撃退した方がいいね。鉄砲を持って撃退しましょうか。もしかしたら宇宙人かもしれないけれども。で、お次、4日目。なんか銃が壊れてるじゃん。下手くそ。なんだ？無事、勘だった。ケムクジラの生き物め？こっちが、食物連鎖の頂点にいるということを覚えておけ。しまった。撃とうとした瞬間、ライフルが故障してしまった。テッドは棺桶に片足を突っ込んでいる状態。今すぐ水を飲ませなければ、メリージェンは気を失いかけている。なるほど。みんな水が飲みたいそうです。しょうがないな。みんな頑張っているそうだし、何よりもテッドは水が必要だと言っている。ですよね、皆さん。テッドはもうすぐ死にそうらしいので、じゃあテッドにだけ水を与えてあげよう。優しい僕。オーケー。行こう。クモたちはこのシェルター内で我々と同じ権限があると勘違いして行動している。至るところにいるし、怖がっている様子はない。もうスープの中から、こんにちは、なんてシチュエーションはごめんだ。バカ言うな。クモは殺さない方がいいぞ。だってクモって液中だしな。この中にゴキブリとかがいた場合、クモはそれを食べてくれるぞ。こっちから何か刺激をしない限り、よっぽどなことがないとクモは自分から相手を噛むことはないからな。なしにしろ、人間に対して噛むクモなんてそういないよ。家の中に僕はハエトリグモが20匹ぐらいいる。これはガチでね。ちょっと周りを見渡せば、1匹や2匹見つけることは簡単にできるぐらいにはハエトリグモが多い。だからかわからないけれども、ゴキブリはあんまりいない。あんまりな。洗面台で1匹見たけれども。でも気にしていない。僕は。ということで、5日目行きましょうか。まだ1週間も経っていないとな。何の音だろう、この音は。素手や足、体の至るところを使ってクモと対抗することにしたが、彼らを見くびっていたようだ。クモはとてもすばしこく疲労に終わってしまった。きっと今回は月がなかっただけだ。メリージェンは気を失いかけている。ドロレスはこれ以上水を飲まないと長くは持たない。ティミの体調が変だ。水を与えなければ。テッドは水を飲んだ。そうだったな。昨日与えたから。そうだな。じゃあ、ティミは大丈夫でしょう。で、ドロレスさんが、つまり奥さんな。奥さんが水を飲まないと長くはないとのことなので、とりあえずドロレスさんに対して、待て。そうだな。ドロレスさんに対してお水を飲ませてあげましょう。どうぞ。お水です。探索させていいことあるのかな？まあ、ちょっとやってみるか。ティミーは荒れ地に行っても大丈夫だってことなんで、この一番ひ弱で手持って一番年齢が低く、赤ちゃんの時から今までの年齢が最も短い、このティミーさんに行ってもらいましょうか。仮にこの子が死んだとしても、数年前までこいつはいなかったわけだからな。ところでこれは、どのようにして、どうやってこれ、行くんだ？ティミー？ティミー？ヤッホー？ティミーだ！ティミー、ティミー、ティミー、お前ティミー行けよ！くそ。まあいいや。
ラジオで食料投下があると聞いた。これぞまだ今必要になっているものだ。本当にパラシュートで降りてくるかわからんが、外に出て確認してみないか。じゃあ行ってみようぜ。ティミー、お前が行くんだ。お前だぞ。ティミー行けよ。くそ、どうやって選択するのかわか、あら、二人いなくなってる。まあいいや。安全装置も持たず外に出るのは危険なので、シェルターの中でラジオを聞くことにした。雑音でリラックスもできる。メリー・ジェーンは水を一滴ももらえないと知り、激怒した。あら、怒ったまま外へと飛び出し、荒れ地へ向かい出した。いつか我々が後悔する日が来るとして残したセリフを。水は自力で手に入れると誓った。今思い返しても背筋がゾッとする。ドロレスは、つまり、どっかいなくなったわけか。え、勝手に水を取ったってこと？なことはないよな。そんなことするような女の子に育てた覚えはありません。シェルターの扉を開けて振り返ることなく走り去った。もう戻ってこない。構わん別に。テッドは文句なく過ごしている。まあ、いつもと比べればだが。なんでテッド二人いなくなったんだ？まあいいや。子供たち二人分がいなくなったってことは、このドローレスとテッドさん、あなたたちはご飯を食べ放題ですよ。子供たち二人分の食費が浮きました。よかったですね。じゃあ二人とも飯を。いや、いらないか。まだ、君たちは必要ないでしょう。だから食べさせません。何を持っていく？昨日から外へ行く用意は準備バッチリ。未知なる世界第一歩踏み出す幸運な人は果たして誰かな？くそ、この二人を連れて行きたかったが、しょうがない。女の子、あなた行きなさい。何を持っていく？あー、そうだな。あ、懐中電灯にしよう。懐中電灯。これだな。行ってらっしゃい、女の人。僕は家の中にいるからさ。他の人たちでせせこ働いてくださいね。誰もいなくなっちゃった。食料や水は僕だけのものです。ドロレスは地上へ向かう途中だ。無事に戻ってくることを祈ろう。テッドが必要になったら水はどこになる？テッドは腹をすかしている。あー、どうぞ、テッド。あなたが持ってきて、あなたがこの地下シェルター内に食料を運んだんだから、あなたが食べるべきだ。そりゃそうさ。シェルターの中にある戸棚が、ぐらついていたので戸棚の場所を移すことに。その過程で隠れていたドアを見つけた。どこへ続くかわからないが調べてみよう。あ、懐中電灯。くっそ。ああ、懐中電灯持ってかせなきゃよかった。じゃあ、行ってみるか。と言っても、その指示が出せないのであれば、何もすることができないのだけれども。懐中電灯もないからね。置いてあるものはそのままにした方がいい。無意味に動かすのは良くない。ドアを塞いで誰も入れないようにしよう。テッドの空腹は満たされた。テッドは缶桶に足を突っ込んでいる状態。ああ、水が飲みたい？しょうがない。じゃあテッド、あなたにお水を飲ませてあげよう。夜中にドアの向こうで何やら怪しい物音が聞こえた。今朝見てみると、革製のスーツケースを見つけた。名前は入っていないが、我々のために置かれたようだ。開けてみましょうよ、どうせだったらね。こんなところで開けないなんて言うね。ことはよろしくね。おや、電話が鳴っている。政府からの助けかな？疑いこそ晴れなかったが、突然の贈り物を受け取ることにした。当ててみると、そこにはいつも食べているスープが入っていた。見知らぬ人には感謝しなければ。いいことをした。よかった。じゃあ食い物はいらないよな。外に行く？原子爆弾が全てを吹き飛ばして今、電話の呼び出し音なんて、過去のものだと思っていた。しかし、爆発に耐えた公衆電話が今まさに呼び出し音を鳴らしている。急いで受話器を取ろう。じゃあ撮ってみるか。テッド、お前いけるか？一人しかいないけれども、ここで死んだらゲームオーバーだからな。頑張れ。よっしゃー。放射能なんたらに負けないよな。ゴキブリ並みの生命力だ。電話に出ると相手から安堵の様子が伝わった。彼らは近くの町であるビルバレーの生存者だった。我々が情報を共有していると、回線が途中で切れてしまった。相手の方で何かがあったのだろう。また連絡が取れればいいのだが。ひどい世の中になってしまったが、テッドは元気そうだ。ならよかった。食い物っているかな、テッド。君は、ああ、特に何もなさそうだ。それはよかった。じゃあ、ご飯は節約できますね。外で何が起こっているのか分かれば心強い。ラジオで電波を受信するかも。じゃあ、ラジオをちょっとつけてみましょうか。もしかしたら何かいい情報が手に入る可能性もなきにしもあらずって感じだからね。さあ、行こう。音は鳴ったか？ダメだ、ダメだ、ダメだ。雑音以外は何にも聞こえない。また今度にしよう。もしテッドが何も飲まないままだと命は長くない。じゃあテッド、お水を与えよう。しかもボトル一本だ。大切に飲みな。
スープはあるけれど、それで喉を満たすっていうのはダメかな。この地獄のような状況から救ってくれるとするならばズバス、それは我々の政府だ。政府の悪口を言う奴はたくさんいるが、あいつらは誰でも批判するタイプか共産主義者かどちらかだ。我々は良き市民であり、税金も定期的に払ってきた。きっとアンクル様が助けに来てくれる。基本的に政府には満足している。まあそんなことはどうでもいい。政府がやってくれるのであれば、耳を澄まして彼らからのメッセージを待とう。そうだね。だって核爆弾が落ちたのって結局政府が悪いんでしょ。知らないけれども、この世界観では多分そうなんでしょ。だったら政府は責任を持って我々国民を救い出すことが義務だ。ラジオつけてみよう。きっと助けが来るはずだ。お、扉が開く音。メリー・ジェーンが帰ってきたか。あら、なんかキモいわ。病気うつさないでほしいな。しょうがない。じゃあこの女の子、名前忘れちゃった。なんだっけこいつ。奥さんなんだけどさ、メリー・ジェーンじゃない方だよな。忘れた。なんでもいいや。グッドニュースだ。政府のラジオの放送でこのエリアの生存者の救出について話していた。アナウンサーがもうしばらくの辛抱と次の放送を待つようにと言っていた。もうすぐここから出られる。ドローレス。そうだった、ドローレスだ。無事に荒れ地から戻ってこれてよかった。昔はよく海に行った。うんぬんかんぬんぬんかんぬ。了解了解了解。で、喉真ん中にあること少し違和感感じる。ちゃんとした理由があるんだろう。雑貨屋でスープ缶を見てた。金持ちもスープ好きだったとはな。もちろん庶民の我々もスープが好きだ。やった、スープを手に入れたが懐中電灯が壊れたそうだ。まあ別にいいよ、スープがあるんだったら。あ、懐中電灯を消費してスープ、ちょっとしょっぱいね。まあいいや。で、車でこの悪夢が逃れられることはできないだろう。もうほとんど自動車は完全に焼け落ちているのだが、しっかりした、土台があり、十分なパーツをかき集めることができれば自分たちで車を作れるかもしれない。おー、いいじゃん、自作の車か。テッドの喉は潤って、でもお腹が空いてる。ドローレスは何かを口にしたいようだ。非常に疲れて病気で倒れた。大変。じゃあ救急箱とそれからご飯を与えてあげよう。ですよね、ご飯が欲しいんですよね。じゃああげますよ。あなたのそのお仕事のための正当な報酬です。町の放射能汚染はまだ強い。この状況で食料を求めて外に出るなら放射能で被爆する。じゃあいいよ、やらなくて別に。ラジオの周波数を変えてると奇妙な信号を見てた。不快な障害やキンキーというノイズの後ろに誰かが声が聞こえる。外国語で話している。ソビエト人だったらどうする。聞いていた方がいいだろうが、子供たちはどうする。あー大丈夫、子供いないから。とりあえず聞いておきましょうか。だって子供に有害だと言っても子供はもうすでにいないのだから。ただ今咳の音が聞こえました。あ、よかった、テッドは無事だ。なんでもない、空腹。あら、ドローレスは大変。空腹疲労、喉がカラカラ。じゃあ水飲ませてあげよう。聞こえていた声はソビエト人ではなかった。カナダ人だった。それほど朗報でもない。いずれにしろ彼らは外国人で何を言っているのか一言もわからない。残念だ。で、テッドはお腹空いてて、ドローレスはご飯をしていない。ドローレスは適度な水分補給が必要。わかったわかったわかった。あ、よし。じゃあ、ドローレス、お前に両方あげてあげよう。で、テッドはいらないよな。別に。まあ、これも外も別に行かる必要はない。今思い出したのだが、2ヶ月後には南へ旅行に行く予定だった。まだあそこがあのまま残っていれば必ず行きたい。無理だろうね、今頃。ある意味では暖かくなってるかもしれないけれども、でも人間が行ける暖かさではないと思うわ。トロントでもうまくやっていけるだろう。問題はアメリカから行くと船が必要ということだ。ヨーロッパに行く場合は船が一番だと聞いたことがある。テッドは腹をすかしている。テッドは喉がカラカラ。うんぬんかんぬんぬんかんぬん。ドロレスはまだここで快適な睡眠が取れていないことを不公平だと言っている。いや、勝手に寝たらいいじゃんかよ、そんなこと。なんだ、ベッドでも欲しいのかい。テッドさんに、待て、テッドの様子はどうだ。空腹の音がカラカラ。あー、わかったよ。これでどうだ。ドローレスは最近喋らない。何があったか聞いてみよう。そうだね、だって外に行った人なんだから。唯一の、だったら貴重な情報が知れるかも。ラジオの音が鳴っているということはラジオデーモンかな。きっと悲鳴が聞こえてくる。ドローレスに話しかけることで抱えている問題は解決し、疑いも消えていった。よかったね。で、テッドとかぬんはぬんかぬんで、わかったわかった。じゃあみんなお腹が空いてるんだな。待て、テッドは水。あー、めんどくさい。この缶桶に片足を突っ込んでるっていう表現は非常に卑怯だと思うよ。みんなそうだっていうのに。あなたは寝たらいいのに。でも自分でそれを寝ないってことは、なんでだろうね。ラジオの音声を拾ってみよう。オッケーオッケーオッケー。じゃあラジオの音声拾ってみて。きっと助けが来るはずだ。16日。これって具体的に何日間生き残ったら勝ちとかあるのかな。
パーソナリティが比較的陽気に語っているラジオ番組で放送している彼女は我々の街で旅している途中で自分の荷物をなくしてしまったようだ。彼女はこの通りもきっと通ったに違いない。我々は誰かが見つける前に荷物を見つけに向かった。おお、水二つとスープが一個。いいじゃないですか。ドロレスは大丈夫でしょ。ドロレスは水なしじゃダメ？あ、わかった。じゃあ水どうぞ。これでいいでしょ。はい、どうぞ。核シェルターにノックの音が響き渡る。驚くべきことがあるだろうが、一体誰だ？命をかけて確かめてみるか？まあ、一回試してみるか。スープやご飯はまだあるからな。余裕だから大丈夫だ。おや、なんかいい音が鳴っている。助けが来たのかな？こんにちは。何ですか？扉を開けてみたが誰もいなかった。こんなご時世でピンポンダッシュ。なんだよ、くだらないの。テッドはお腹が空いていて、ドローレスは、まあ大丈夫。今回は何も与えなくていいでしょう。オッケー、わかった、大丈夫。ラジオの雑音が一旦止まったのか？もう一度周波数を合わせてみよう。あんまり進展がないですね。何かしら良さげなアイテムとかがもらえればいいのだけれども。できれば僕、もう少し、武器だ！やった！生き残ったことがある女性のラジオが受信できた。彼女は試してみようという番組を放送していた。原子爆弾が落ちる前に手に入れたライフルについて紹介する実演をしていた。次、我々の持っているものに似ていたので、その放送で得られた知識を使うことで、ライフルを修理することができた。マジ？完璧に綺麗になっている。なんだ、さっき見た頃にはここ、パカーンって割れてたのにもかかわらず？すごいな。鉄でも溶かしてくっつけたりしたのかな。そんな知識があったのか、というかそんな設備があったのか。ドローレスは何か口にしたい。そんなもめんどくさい。あ、でもドローレスいいじゃないですか。回復してますよ。あなたは、わかった。じゃあみんな、お祝いです。いいですよ。じゃあスープ缶を二人に与えましょう。閉ざされたこの小さなシェルターではアイテムが限られている。生き延びたいのであれば手段に沿っていられないぬんかぬんぬんかなんで、お年寄り集団がいる。アイテムを持ってるに違いない。ぶんどれぶんどれぶんどれ。我々はアイテムが必要なのだ。世の中で家庭のことを最優先に考えるのは当然だろう。ぶんどれ。それが正解だ。この極限状態で年寄りファーストだの、若い子ファーストだの言ってる場合ではない。なんか血の跡があるね。ゾンビでも来たのかな。そこへ向かって物を奪って戻ってきた。きっと彼らも生き残ってくれるだろう。お、ガスマスクだ。やったね。で、テッドは水が欲しいとな。わかったよ。じゃあ行きましょうか。テッド、あなたには水を与えてあげます。んで、放射能のやつが悪い。ドロレスは外へ行ってもなんとかなると言い張っているが微妙だ。わかった、じゃあ。テッド、お前行ってみるか。やっぱりやめておこう。ここは、外に行くのはちょっとリスキーだし、そこまで極限状態じゃない。地上で何が起こってんのかわかんないから、一旦ラジオを聞いてみようか。ていうか、ガスマスクを手に入れたのであればよかったね。おー、20日間生き延びることができたよ。素晴らしい。弱い信号だが、政府からの緊急放送を受信することができた。いいね！外界は死の灰は収まった。外界は以前よりもはるかに安全になった。いいことじゃないですか。いいじゃないですか。いいじゃないですか。じゃあ、ドローレスとあなたにご飯と水を与えますね。じゃあ、行きましょうよね。じゃあ、外行っても大丈夫だったら行こうぜ。遠い親戚はたくさんいるが、その中でも、エイダおばさんは結構遠い親戚だ。田舎にも住んでて、牛を数える機械を作っているのであろう。牛小屋に降り注いだ放射性物質もあまり気にしていないはずだ。彼女は写真を持っていただろうか。確かだいぶ前コーヒーをこぼしてしまった。あと本に挟んでいたような。あ、サバイバルガイドブック僕持ってないよ。さあ、残念。でも大丈夫だ。誰かしらに外に見てもらうんだ。大丈夫。だって外は安全なのだから。写真も残っておらず、ニュースも何もない。楽しいこともない。この世界は残酷だ。あ、じゃあいいじゃないですか。誰を外に持っていく？え？じゃあどうしよっかな。まあ、もう一回君行くか。でね、一応ガスマスク。あ、ガスマスクって必要かな？一応鉄砲持っとく？ガス、でも外は大丈夫になったんだもんな。あ、そうだ。じゃあ、スープ缶だけ持たせてあげるか。あー、どうしよう。何を持たせるべきかな。そうだな。スープ缶だけ持たせてあげよう。鉄砲は危ないからね。どうぞー。バイバイ。僕のためにせいぜい頑張って働いてください。ふぅ、一人きりになったけれども、その分物資がたくさん使えるようになった。ドロレスは地上に向かう途中だ。無事に戻ってくることを祈ろう。テッドは文句なく過ごしている。いいじゃないですか。私たちは今朝食ぬんかんのつてるけど、まあ、地図がないからな。仕方がないわ。
指定された座標まで向かい生存しているという目印を残してほしい。いやー、地図がないと無理だよ、そんなこと言われたって。くそ、地図を持ってくれば絶対今ので勝てただろうに。残念なことですね。地図があればな。はあ、やっぱさ、最初の1分間が生存の鍵だったわけだ。地図がなくったって、場所ぐらい分かっていたはずだが間違っていたようだ。次回に期待したい。残念。残念。くそ。あー、くそ、なんてことだ。もったいない。あ、ウィリーと名乗る旅の商人がシェルターを訪れた。マジ？トランプを1個あげれば、スープ。チェス？これ、オセロかな？水を1個。銃をやったら水を4つ。ああ、じゃあ、どうしようかな。今必要なのってなんだろう。そっか、水か。水が必要なのか。じゃあ、こっちを持ってあげよう。お前、これを持っててあげる。どうぞ。このパネルはいらないからな。サンキュー。よーし、いいことをしたような気がするぞ。商人はありがたいね。商人と交換したから、オッケー、ありがとう。とりあえず水を手に入れた。なので、その水を飲みましょう、どうせだったら。ありがたくね。以前で物足りなさを感じていた原爆の前の話だが、今はさらに不満が強まっている。まあ別にそんなんね言われたってどうしようもないからね。我慢してもらって以外に言うことはないですよね。カウンセラーでもいないんだったらストレスを解消することはできない。何これ、なんかあれだな、ブラックハット教か、それともマジックマンか、なんか不思議なシルエットの黄色い男がいるな。可愛らしいわ。これから世界にはきっと新しいチャンスが訪れるのではないだろうか。なんかだんだんここの文章が適当になっているような気がする。多分何も長かったんでしょうね。街角の店が残っていないのか様子を見て少しだけ外に行った。闇の中からはうなり声が聞こえ、すぐそばに野蛮な目が見えた。判断は一瞬のうちに下さなければいけない。ライフルでぶち殺せ。何もなかったらこっちがやられるからね。鉄砲があったら確実ですから。あ、帰ってきました、ドローレス。お帰り。なんかくれ。ライフルの一発は闇の生き物を驚かせるのには十分だった。奴らは完全に姿を消した。そしてドローレスは、何も手に入れられなかった？そんな、クソ、なんてこった。食べ物だけ食っただけか。ドローレスはしばらく食事をしていない。わかったよ。じゃあドローレス、お前にだけ飯をやる。荒れ地がどんな状況かはわからない。リスクを負って外に出る。いや、いいよ、もう外出なくって。小さなシェルターでは匂いはすぐにわかる。通気口があるが、それでも匂いの逃げ場がない。壁から一つブロックが落ちた時にできた穴から異臭が立ち込めている。この穴を調べて匂いの元は何なのか調べるべきだね。臭い中ずっと過ごすなんてクソだぜ。あ、臭いだけにか？うまくないよ、全然。あ、両方くたびれてるよ。かわいそう。注意深く穴に近づいて中を覗いてみたら心臓が止まりかけた。げっ歯類なのか、爬虫類なのかわからない。とんでもない生き物がシェルター内を跳ね回り始めた。捕まえることができない。その生き物はテーブルからラジオを弾き飛ばして元いた穴に帰っていった。最悪、せっかくのラジオが、頼みの綱が、あーどうしよう、積んだ、絶対積んだ、これだったら、情報が入ってこない。はぁ、仕方がないな。じゃあ、テッドさんには、飯を与えようか。ドローレスにも飯を与えよう。両方とも飯を与えてあげる。そうして、早く解決しろ。シェルターの中でトランペットの音を聞くなんて思いもしなかった。なんだと？トランペット？トランペットっつったら、メリー・ジェーンがブー、ブーって音鳴ってたよな。最初の方に。その物資を集める段階で。メリー・ジェーンが帰ってきた？そんなことある？ブー、ブーって。あ、ラジオの音だ。もしかしてまたもらえたりする？やった！新品だ！嬉しい。なんて優しい陽気な人たちなんだ。ラジオを持っていないことに気づくと一つ渡してくれた。やったね。1% のもの。つまりいい人ってことだな。よかった。ドローレスさんはしばらく食事をしていない。しょうがない。じゃあドローレスさんに食事を与えましょうか。ボロの、革？これな、クラ？靴？を肩に、クラ？わかんない。を肩にかけたみすぼらしい取引人がやってきた。シンプルな一度きりの取引。スープ缶1個でその靴と中身をすべて交換すると言って。おう、じゃあ、いいよ、別にスープ缶1個でそんなにもらえるんだったらありがたくね。なんかくれる？まさかあれか？いい、猫？ああ、最悪だ。なんだ、猫か。ってことは食費が、食費がなくなる。猫のうんこはどうやって処理する？こんな狭い空間で猫なんて持ってきたら、病気が蔓延するし、飲みだらけになってしまう。
取引屋は背にドアを閉じるようになり、なんたらから激しく言い出し、きしむような世にも恐ろしい音を立て始めた。たじろいで壁を背に後じさりする。威嚇する目でこちらを見ているのが家猫か。しかも気性が荒いときた。名前はシャリコフという。へぇー。シャリコフ。脱世。まあでも他人のペットの名前にとやかく言う権利はないからな。僕も双子ヒデトカゲに対してマンテラって名付けてるし、しかも候補には父シルシルって名前だったから、シルっていう漢字を4つ並べて父シルシルだ。そんな名前を候補に挙げるような人がこのシャリコフっていう名前を批判できるとは到底思えない。僕だって父シルシルって名前が変ってことぐらい分かってますよ。目が取れていないと、ああ違うわ、寝れてないから不変だっつってんのか。あ、不平等だっつってんだな。ドローレスの空腹は満たされた。じゃあ、いっか別に。両方とも特にないよな。じゃあ、テッドか。テッドにじゃあ、飯だけやろう。緑色の水たまりにいつの間にか出来上がってる。しまった、パイプから緑色のベトベトとしたものが流れている。じゃあ、ちょっとガスマスクを使ってどうにかこうにかしないといけないよね。その緑色の液体を使ってさ、なんか病気になったらやばいですし。30日経ちました。1ヶ月。いいですね。やった、問題解決だ。漏れも止まったし、シェルターは元通りになった。テッドはお腹が空いてる。オッケー、わかった。じゃあ、ドローレス。うん、じゃあ、両方ともお水と、それからご飯を与えましょうか。あー、よかったよかったよかった。30日。聞こえないって？そうだ、誰も喋ってないから、沈黙のままだとラジオをしてやるよ。うるさい空間にした方が少しは気は落ち着くでしょう。そして、1ヶ月が経った。これ結構いいよな。僕まだ初めてだったのに1ヶ月生き延びることができるなんて天才か？ラジオを持ってきてよかった。音楽でも聞こう。核戦争があっても音楽はまだ聞こえるだろう。疲れがうんぬんで、なるほど。テッドは水か。オッケー、じゃあテッドにだけ水を与えてあげようか。そろそろ食料と水が必要になってきたな。おー、マジで？サンキュー。足が5本もあるラクダらしき動物を連れた女性が訪ねてきた。動物の背には交換用のアイテムがある。わあ、でもなー、どうしよっか。ラジオ以外のアイテム全部売っ払っちゃったんだよなー。いや、さすがにラジオをここで売っちゃうのは頭悪いのでやめておきましょうか。そしてまたラジオの音だ。なんか、インセインみたいな音だな。あの、アラスターのさ、テーマの音楽？二次創作のやつ。猫は寝てる。なんだお前。我々は交換を断った。そうだな。まあ、それはいい。それはいいことだ。で、ご飯も水も多分いらないですよ。朝食と呼んでいる時間に軍の放送が流れてきた。軍は活動を救助しようとしているのだが、その前にやっておきたいことがいくつかある。指定した座標まで。だから地図がないんだよ。くそ、地図があったら絶対、行けたのに。今猫、ね、の音が聞こえたぞ。ああ、猫が、なんか立ったのかと思ったぜ、猫がいきなり。地図がなくったって場所ぐらいわかると思ったけれどもできなかったみたい。くそ、地図ないとこのゲームは積んでしまうのかもしれないですね。そんなことがあるか？だったら最初に言ってくれよ。もしくはこの場所にすでにあるべきだ。はあ、仕方がないな。じゃあ、ドローレスには水。テッドには飯だ。そろそろ水が足りなくなってきたな。地上の状況がいまいち把握できていない。外に出るのは危険を伴う。わかったよ。ドロレスに探索を生かしても大丈夫。じゃあ、ドロレスもう一回行ってきてくれ。この小悪魔を撫でようとすると、首輪に住所が書かれている紙を見てた。前の飼い主が生存していて心配している可能性が低くても尋ねてみるべきだろうか。尋ねてみようぜ。なんか、もらえるかも。地図とか。地図とか、地図とか、地図とか。そしたら嬉しいね。あれ、猫が消えている。新しくできたふわふわの中身を連れて、瓦礫の中を散歩してみると、すぐにトレンチコート、ハット、サングラスを身につけた二人の男に出会った。猫を見て歯を噛み締めると、探していたと言うではないか。おばあさんの愛猫らしい。よかったじゃないですか、シャリコフさん。じゃあ、さようなら。やっと飯が。いや、猫にそもそも飯は与えてなかったのか。ドロレスはしばらく食事をしていいね。なんだ？アイテムくれなかったの？じゃあ、あれだな。両方ともとりあえず水飲んどけ。君に持たせておきたいものがある。持たせておきたいものがある。まあ、缶だけ持たせておくか。なんか持ってこい！ 35 日。そろそろ40日経つぞ。どういうことだ？こんなにも、こんなにも、さあ、クソ。で、ドローレスさんは缶を持っている。テッドは必要ないだろう。なあ。ってことでアイテムが大丈夫になった。この状況下で士気を保つのはなかなかに難しい。この状況がすぐにでも終わることを強く願っている。さもないと今よりもひどい状況に陥るだろう。確かに。ただな、どうすることもできないから、とりあえず奥さんの帰りを待ちましょうか。
きっと何かいいものを持ってきてくれるはずですからね。地上で毎日過ごすと鬱になりやすい。地下でね、日の光も当たらなければ。そうだよ、太陽の光を浴びることによってビタミン D3 みたいなのが確か体内で作られるんだっけか、知らんけど、少なくともお日様の光を浴びることによってまあ鬱にはなりにくいとは聞くよな。ってことで飯や水とも言われているけど、お前必要ないだろうな。ってことで何もいらないと。外に調達へ向かっている時のこと、衣服がボロボロの男性と出会った。このお年寄りはかつて町を放浪していたジムだと分かった。今ではこの荒れ地を放浪するようになったのかと思ったら、今度は我々のシェルターまでついてきた。石を売りたい？いや石はいらないんじゃないかな。いや待て、もしかしたら何かあるかもしれない。ただ売ると言っても何と交換するつもりなんだろうな。石か、ちょっと上げてみたくなってきた。でもどうしよう、もしかしたらペットの石だったら、ただの拾った石に目ん玉つけただけのおもちゃあるじゃん。あれだったらクソだよな。せめてパワーストーンとかだったらまだしも。でも少しだけ気になるので、石を買ってあげてみてくださいよ。もしかしたら食えるかも。なんだにゃん、もしかして尿路結石？ああ、なんで帰ってきてんだよ、お前。ジムは誰にでも親しく接してくれる。もちろん我々はドアを開け、石を買うことにした。彼はウィンクをした後、石を一個おまけしてくれるという。石は嫌いではないが、交換できるようなアイテムがない。仮に運を運んでくれる石だと言われてもだ。驚いたことにシャリコフが今朝シェルターに戻ってきた。なぜ？確かになんでだ？あるいはどうやって戻ってきたのかはわからない。我々こそ恋した、我々のことが恋しくなったのか？それとも我々の良心が届いたのか？まあ正直言って僕は猫はあんま好きじゃないんだけどね。ただこういう極限の状態だったら仲間は必要だよねって話ですよね。スープガンの備蓄か？それはトティのみぞ知る。テッドに何かを飲ませなければ。もう水がないから少し我慢してほしいな。訪問セールスマンのシェルターにやってきた。彼のことは厄災前から知っている。チラシの束を持ってアストラシチズンとかいうものに加入している。つまり宗教かな。まあ断るべきだね。今度は物資を求め、その代わり国家機密を教えてくれるという。だったら国家機密を教えてもらいましょう。スープはまだまだ余裕にあるのですから。38日目。これ1年行くじゃねえの。さすがにそれはないか。猫はまだ生きてるな。太っ腹な我々は物資を分けた。彼はアメリカの云々で宇宙ステーションを所有していると説得。ああ、なるほどね。つまりあれか。陰謀論か。くそ。この極限な状態でそんな冗談をよくつけるな。クズだぜ、そんなこと。こういう極限状態で、そういったクズみたいな嘘をね、でっち上げて言いふらすバカどもは、世の中を混乱に陥れて、でもって、あ、まあ、つまりあれだ。悪い奴らだ。あんまよろしくない思考を持っている。その情報を聞いてただ人々を不安にさせるだけだな。ということで、いたずらだったってことでしたね。とりあえず水だ。水が欲しいと言っているらしい。いいよ、どうぞ。猫が好奇心で死にかけた。シャリコフが天井からわずかに出ていたワイヤーを見つけて引っこ抜いた。コンクリートと瓦礫がテーブルに落ち、その上にミャーと鳴く大きな毛玉が乗った。これは何か？誰も覚えがない。ワイヤーを取り上げれば怒るかもしれないから、そのままにしておいた方がいいだろうか。それとも調べるべきだね。ここは、あえてな。机は壊れてないようでよかった。そして、よかった。ドローレスが帰ってきたみたいだ。また痩せこけちゃって。どうしたんでしょうか。ケーブルにしがみついた先は近所の私有地を錆びた古いトラックだったのか。ドアを開けると巨大なヘッドホンをかぶった男が二人。我々を見てひどく驚いている。我々が寝ている隙にシェルターに盗聴器を仕掛け、あらゆる会話を聞いていたのだ。地獄を見せつけてやってからシェルターに戻った。ボコしたか？いいね。ドロレスが無事に荒れ地から戻ってこれてよかった。我々が週末によく行っていた近くの動物園を探索していた。もう外はすっかり平和か。よかったじゃないですか、安全で。待って、地図じゃないか、これ。教育的なうぬんかんので、東アジア、オーストラリアのうぬんかんのその無駄話はどうでもいいんですよ。そして地図がもらえたのな。ありがたいね。地図がもらえたぞ。ってことは、次あたりに救助のお知らせが来たら救助されるってこと？いいじゃないですか。海洋生物セクションは崩壊し、動物園の真ん中で放射線の池とかし、ピラニア、マナティア、ウオノオトシゴなどの生物で満たされてた。放射能によって突然変異した生き物だらけだったってことな。そんでもって水がたくさん手に入った。おまけに、このオセロのボードまで手に入ったと。いいじゃないですか。動物園ってよかったね。じゃあ、今回はお祝いということで、とりあえずご飯を与えてあげましょうか。ドローレスにも食事を与えよう。ありがとう、ドローレスと。それから水もみんなに与えるよ。いいことだね。ふぅ。
朝食を取ってる間、壁から地図が剥がれ落ちてびっくりした。画鋲が取れたのか確かめたが、しっかりと刺さっている。ある種の超常現象なのだろう。悪魔払いに来てもらった方がいいのかもしれないな。とにかく地図が貼ってあった場所の裏に金庫が見つかった。中に入っている、何が入っているのか。金庫だろ？危険な生き物がいるわけないから、見てみようぜ。それに金庫の中に閉じ込められる生き物ってことはさ、それはもう死んでるよ、きっと。おや？ずずしくも机の上に乗っかるんじゃないよね、ごめん。寄生虫が入ってくるだろ、僕に。地図が落ちていた理由はわからない。幽霊たちのいたずらかもしれない。で、悪魔払いは呼ばなくても良さそうだね。テッドの腹は減っている。ちょっと待って。あ、やった！金庫の中には缶が入ってみたい、いたみたいですね。で、なんだっけ？テッドのお腹が鳴ってるって？わかったよ。じゃあ両方とも飯を食いな。40日間経ったけれども、これって最終日かな。さっき進捗出てたっぽいしね。我々のことを嗅ぎ回っていたエージェントたちが玄関にやってきて説明したいことがある。それは聞くべきだ。何かあるかもしれないからな。41日目。おい来いよ、なんか来い。まだ脱出できないのか、クソ。君は空腹。そんで君は疲労困憊。疲労を治すものはないからな。連中は身分証のようなものを我々の目の前でちらつかせると、自慢かよ。うざ。極秘の政府のミッションに関与していると話した。盗聴で様子を見ていた大使は我々ではなくあの猫。マジ？ソビエトのエージェントである疑いが持たれているというではないか。確かにこの猫の名前ロシア人っぽかったもんね。我々がある文書を近くの住所に届ければ、超極秘の政府専門を、やった！避難施設に入れてくれるらしい。じゃあやってあげましょうよね。我々のその文書を近くの住所に届ける。完璧です。文書を届けて生きて戻ってくるだけだ。詳細が分かり次第また連絡すると、うんぬんかんぬんとな。オーケー。オーケー。とりあえず、ドローレスに行ってもらおうか。で、まあ、これはよくって、前回の探索で車両がすぐそこの通りに止まっていることを知った。見た目は独特だが、細かな部分が見て取れる。距離まで近づかなかった。あれが悪党の罠ではないかは確かだろう。誰か送って、おい、行ってこい。もう、死にかけみたいな顔。お、なんか音が鳴っている。いいことだ。きっといいことだぞ。驚きの発見だ。錆びつく戦車ではないか。緑はボロクス。お、車輪などの大事なパーツも抜けてるが、座席はなかなかの状態。これで放射線地獄にさよならできたら最高ではないか。昨夜3時の発作で起きたシャリコフ、猫だね。は、顔を壁に突っ込み、ぐらついていたレンガを崩した。その裏には、ハマキの箱と弾薬があった。いいじゃないですか。ってことは、銃が使えるようになりましたね。それは素晴らしいことです。ですが、テッドさんには水が必要だそうなので、テッドさんと、それからドローレスさんに水を与えてあげましょうか。で、外にやるのは、やらなくてもいいんじゃないでしょうか。ラジオを聴いていたら音楽が止まり、軍から放送が来た。やったね！正確な座標を指示されたので、その場所に地図が必要だ。行くべきだぜ！これで脱出だろ。来た？脱出？違ったわ。脱出じゃなかったっぽいわ。なんか怖い顔だな。地図を見た場所が分かった。軍宛てのメッセージをボトルに入れておこう。ドロレスはまだ快適な睡眠が取れてない。オーケー？まあ別に睡眠と水はどうでもいいからな。これでいいってことだよな。ゴミ箱を見るからに汚くなっている。いいようにとれば見ると食欲が薄るので食料は節約できる。正当化できる理由はあれど、片付けて おくべき理由は絶えない。たださ、ゴキブリは別にいいんじゃないか？そんなものを。ほっとけよ、ゴキブリなんて。よく見たらかっこいい見た目しているんだから、むやみに殺すのは良くないと思います。なので、殺しません。ですが、殺そうとしてもアイテムがないので、無視せざるを得ませんね。てか、猫が食うだろ、ゴキブリなんて。なあ。44日目。ああ、まだ救出は来ないのか。残念だね。この環境で猫を飼うことの価値を甘く見ていた。うちにゴキブリが発生していたと思ったのが、だが寝ている間にシャリコフが片付けてくれた。言ったろ？な？だから猫は生態系に影響を及ぼす危険な害獣だって言ってるんだ。猫がもし野生でね、ほつき歩いてたとしたら、何匹の虫やら貴重な在来の鳥やらがやられてるか想像してみろ。バカどもはみんな外で放し飼いするんだ。絶対放し飼いなんてすんな。猫飼うんだったら家の中で飼うべきだ。で、なんだって？とりあえずゴキブリを食ってくれたってことは分かった。まあいいことだね。何もやらなくていいでしょう。ちょっと待って。これなんだ？次は何だい？ハテナ。ハテナ？あ、これは戦車か。こういう戦車があったよってのも言ったのか？で、これは軍からの指示を待つ。なるほど。これが僕たちの、
やるべきことってのがあったのね。妖怪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 。自由の名のもとにドアを開けると外から叫び声が聞こえた。誰が自由を語っているかわからんが、どうやら集団で武器を持っている。ああいう言い方をする連中が自由の名のもとに人を殺したりするんだだろう。絶対開けない方がいいぜ。間違いない。そんなね、なんか、聞き心地のいい言葉を連呼してる連中に限って大抵悪い人たちなわけだからな、知らんけれども。彼らが立ち去るまでイルスを使うことにした。彼らが誰だかわからなかったので、この判断は正しかったのだ。王挙、大挙してやって来ないことを祈ろう。ドロレスはまだ疲れており、十分な睡眠が取れていないようだ。必要なのはドロレスのための水だ。ドロレスは何か口にしたいようだ。まあ別にドローレスはいいんじゃないかな。まあ、ドローレスさん、あ、じゃあ水与えておくか、とりあえずな。エージェントたちは紙コップに紐というハイテクな装置で我々を呼び出し、次なる極秘ミッションを告げた。これでビップシェルターも近いという。遠征に出て、日誌を書き留める。お、じゃあお前行ってこい。お前が行ってこい。そのなんか、顔色悪いけどな。仕方がない。僕が生き残るためだったら、多少の犠牲はいとわない。次。ドロレスは地上へ向かう途中だ。無事に戻ってくることを祈ろう。礼儀正しく要求に応じた。市民の責任を果たすことに感謝され、近くの詳細を待って、また訪れると約束された。オーケー。じゃあ、君は水を飲みな。そろそろ水がなくなってきた。ラジオも聞いてみようか。何かがもらえるかもしれないしな。てか、そろそろ助けろよ。なあ。なんか、47日間も生き延びてんだから、どっかしらで噂にはなってるだろう。自主的に助けてこいよ。雑音が入らないように周波数を合わせてると、陰謀に関する話題や、人々を誘拐する火星人についての放送があった。もう、こんな極限状態でそんなくだらない嘘を放送するなんて、やっぱ頭がおかしくなってんだな、こういう状況で。お腹を空かしてるのはちょっと我慢してもらおうか。今日体が変異した人物がやってきた。なんと、ちゃんと機能する腕が余分に数本ついているのだ。え、便利じゃん。彼は仲間について話し始めた。相手もなかなか集められていなくて困っているそう。何か電線で映るのではないかと怖がられて撃たれるのだと。アイテムをもらえれば悪党に襲われても追い払う約束をしてくれた。お、じゃあスーパーあげよう。いいじゃん。ちょうど外にヤバい連中がいたもんね。ラジオ来い。あ、扉の音だ。なんだ？あー。この過酷で何もない荒れ地において友人を待つことはいいことだ。家族の安心を考えれば少量のアイテムを差し出すことなんて些細なことだ。テッドはすっかり弱り切って、なるほど。テッドはな、じゃあ飯あげる、どうぞ。そろそろ食料がなくなった。アイテムがいっぱい入った錆びた手押し車を押した商人がブツブツ交換をしにやってきた。え、じゃあトランプあげるよ。ありがたいね。お水だ、お水。よーし。これで水不足が解消されそう。そして49日経ったぞ。交換が終わると男は手に持っていたものをくれたのね。ありがとう。この、あの偵察ミッションは危険だった。平時でも治安の悪かった地域を訪れるのだ。そこでは全て牙まで武装したミュータントの犬や猫がギャングをなして闘争を繰り広げられていた。争う、かろうじて生還できたが、エージェントたちは努力を認めるようだった。このミッションに価値があったことを願おう。うちのバケツも変えなければならないし、セーフシェルターには浴槽付きの素晴らしいバスルームがあることを期待しよう。嘘ではないよな。嘘だったらちょっと困っちゃうよね。いいことだけ、利用だけしておいて、シェルターはなかったみたいなオチだったらさ、クソだぜ。とりあえず、みんなに水を与えますね。目が覚めた時居心地が悪かった。それはまるでなんだが、そう、誰かに睨られているような気がしたんだ。なるほどな。物陰で何かが動いたに違いない。いや、大丈夫。そういうのは大体虫とかだから、放っておいても心配はない。ネズミかもしれんが、猫がいる。食べてくれるよ、きっとな。少なくとも鉄砲を使って対処するような相手ではないでしょう。ふさふさとしたネズミを殺そうと、やっ気になって探しているうちにいなくなってしまった。スープ缶の中も同時に消えた。やっぱりな、ネズミだったみたいだ。でも鉄砲使わなくてよかったね。もし使ってたら鉄砲が壊れていた。で、なんだ？テッドはお腹空かせている。ドロレスは何か口がうぬ。オッケー、わかった。ああ、じゃあドロレスさんにご飯を与えるか。たださ、医療品がないんだよね。でもって、食料や水がそろそろなくなっていき始めた。どうしようか。夕食を終えようとしていると誰かからドアをノックしている音が聞こえた。商人だろう。弾薬に興味があるようだ。弾薬あげたらいいんじゃないですか？使わないでしょ、どうせ。あまり、今まで弾薬なくても暮らしていけたんだからな。
てか52日間も生きてんのかよ。そろそろ助けてくれ。なんで政府は何をやってんだ。地図手に入れたのに。やってきた人は弾薬をもらって嬉しそうだった。お返しに食費をくれた。ありがとう。助かるわ。で、何が必要なんだ。とりあえずテッドは腹を空かせてるようだが、別に必要ないだろう。大丈夫、必要はない。地図を目に通していると印刷ではない目印が書かれていることに気がついた。じゃあ行ってみましょうよ。あ、待て、お前行ってよかったのかな。まあいいや。そしてラジオの音、これで助かるべ。な、助かるっしょ。地図に指示書いた人が何をこの場所に記したのかは全くわからない。しかしとうとうその場所までたどり着いてみた。公園を1時間ほど掘り返してみると、そこにあったのは懐中電灯だった。ああ、よかったじゃないですか。で、テッドは腹が減ってる。もうめんどくさいな。お前たち飯食わなくても行っていけるように進化するよな。ずっと外の放射線になんか晒されていたのでしょ。知らんけれどもな。まあ有害だからきっと体を蝕むだけで、そういったメリットのある進化は起こらないのでしょうけれども。ドロレスの水、わからん、じゃあドロレスお前飲め。これでいいでしょう。軍からラジオ放送を聞いて我々は動揺を隠せなかった。救助が延期になるだけでなく武器を破棄するようにとのことだ。ああ、どうやって自分たちの身を守れというのだ。救助ということを考えればやる価値はあるのだろうか。いやー、武器だろ。あった方がいいと思うけどね。絶対にあった方がいいって。だってわざわざ武器を捨てさせるなんて、そんな意味がわからん。メリットがあるとは思えないよ。きっと相手は僕に対して何か騙そうとしているんじゃないか。そんなものを聞き入れる必要はないね。にしても53日とはすごいな。この馬鹿げた命令には従わないことにした。こんなことを誰が言い出したんだ。アメリカ政府か。まあそうだろう。銃の取り上げなど絶対にさせない。うん、それが正解だ。そしてドロレスさんはそろそろ病気の手当てをする必要がありそうですね。まあだけどちょっと医療キットがないんだよね。仕方がなくない。大丈夫だ、飯もいらん。大丈夫、我慢してくれ。どうやら前回のミッションを成功させて死んで得たようで、エージェントたちが新たな依頼を持ってきた。もういいよ依頼は。現場にいるエージェントは大盤振る舞いで、スープ缶と水をそれぞれ数個提供してくれる。マジ？配送は彼らがやってくる。くれる。代わりに激励として、背中を叩いてくれたり、安全なセーフシェルターでのより良い未来を保証してくれるという。いや。人参付きの棒をさ、目の前でプラプラさせられて、ただひたすらに前を進ませられている豚と同じようなことな気がする。美味しい美味しい、政府の安全なシェルターですよっていう餌を釣られて、いいように使わされているような気がするんだ。まあでも、今はそれを従うしかないんだよな。あまりにもさ、選択肢がないからな。提供はしないことにした。少なくとも今回は。なんであの飯と水をさ、選択できなかったんだろうね。テッドの飯が、あ、テッドの腹が鳴ってる。やばいな、ドローレスがそろそろ病気で死にそうだ。でもこれがないんだよな。とりあえずご飯だけ食べてください。仕方がない。シェルターに逃げ込む際にカミソリを持ってこなかった。このままではビッグフットと勘違いされそうだ。でも大丈夫だ。斧はないからヒゲはそのまま生やしてくれ。あんま気にしないよ、誰も。55日。ラジオの音だけは聞こえるのに。結局、助けには来ないんですね。なんで猫は何も食ってないのに生き延びることができるんでしょうか。で、ああ、はいはい、わかったよ。ご飯ね。了解了解。君たち本当に飯が必要なのか。ああ、みんな喉が渇いているのか。仕方がない。両方ともお水を飲みなさい。今日はテッドにとって興奮する一日となった。突然自分の後ろポテトに車のキーを見つけた。マジ？とにかく愛車が懐かしくなり、今度はずっと放置していることを案じている。今心配するようなことではないが、テッドは外出してエンジンをかけることに前向き。じゃあ行ってみようか。行ってみよう。猫の音だ。出てったか？ 58、59、ねえ。急に日付がどんどん追加されている。63日目？あらー！しなびちゃった。でも、日にちがたくさん追加されたけれども、逆に言うと、10日以上経っているのにもかかわらず、助けてはくれなかったのか、誰も。でも、物資は減ってない。得だね。ドロレスが死んでしまったよ。かわいそう。テッドは駐車した場所を覚えていないので、しばらく時間がかかるだろう。近くに朗報を待って、戻ってくることを願おう。まだ車が動けば、ここを抜け出して安全な場所に行けるだろうか。テッドが出て行った。すぐに戻ってくることを期待しよう。テッドが地上の旅から無事帰還した。生き残るには水が必要だ。そしてドローレスは長い間負傷して苦しんでいた。傷口から感染が広まった時、我々に打つ手はなかった。
自害したのか。まあ、あれだな。病気で苦しむよりかはマシなのかもしれないな。本人にとっちゃ。そして朗報としては、テッドさんは飯とスープを誰にも遠慮することなく好きなだけ食うことができるってことですね。喉がカラカラとのことなので水を飲ませてあげましょう。誰にも分けなくても大丈夫なのです。いいことですね。猫が我々と武士の方を向いてうなっている。猫がスープを飲むのかわからないが、今日持ち合わせているのはこれだけだ。いや、あげないよ。だって猫は居候だろ。猫を生かす理由は僕にはない。むしろご飯として食べるべきなのに。あ、引っかかれてるわ。クソ、この猫クソだな。スープを分けないと聞いたシャリコフは大騒ぎ。腹をすかせて泣き、怒鳴り視線を飛ばしてから鋭い爪や牙をむき出しにした。つまり、傷を負ってしまったわけだ。医療キットないよ。とりあえずお腹空いてるわけだから飯だけ食わせて。で、他にやることはないもんね。外へ自由に行けたらいいのに、何もすることなく引きこもっていると気が狂ってしまいそうだ。気が狂う？なんか、頭おかしくなって死んじゃったりしないよな。猫は、いる。いつまで経っても助けられないね。で、ずっとここにいてもいい。テッドは、傷を負ってひどい様だ。お腹を満たされた。まあ、この状態でいいでしょう。もしかしたらこれってさ、外に出る必要があったりするのかな。睡眠不足だが、テッドは地上で精一杯やれるだろうってことだし、もしかしたら荒れるかもな。我々が唯一読み切った本、電話帳について話していると、ドアを叩く音に遮られた。我々と言っても僕一人しかいないけどね。みんな死んじゃった。あの爆発から生き延びた避難者の一団だ。状態は彼らの方が悪い。そして水、食料、医療品を分けてもらえないかという話になった。いや、こっちもね、こっちとしてもね、あんまり余裕がないんだよね。与えない方がいいんじゃないかな。でも、助け合いは必要だな。なんかくれるかもしれない。こういう時にさ、何か与えたら相手から見返りがくれるかもしれないからな。まあ、一応与えてみよう。何かアクションを与えることはいいことだ。ゲームとしても。66日目、ドアの音が鳴っていた。飯は1個、水は2つ。足りるか？我々は感謝の言葉を探してうんぬんで、もうなんだよ、感謝の言葉じゃなくて、物をくれよ、物を。テッドの傷を治すために何かができないのだろうか。水が必要とな。やばい。どうしよう。どんどん、足りない。どんどん、アイテムが。ちょっとこれは、さすがに外にいたアイテムを持ってった方が良さそうな気がするな。でも、水とかそういうのも、今は与えられるようなものはない。4つ与えないといけないってこと？これ。ないよ、そんなに。とりあえず、テッドさん、行ってください。死なないようにな。67日目。あ、戻ってきたのか。それともまだ行ってない？提供はしないことにした。少なくとも今回は腹を空かしている。まあ、ご飯はまだ我慢して。何を持っていく？お前が行け。で、そうだな。あ、地図とかどうか？地図持ってく？いや、地図持ったがする意味ないな。鉄砲持ったりすがしよう。こうすることによって敵に襲われても大丈夫だ。68日目。73日目。待ってくれ、100デイズ行くんじゃないか。75日、あー！テッドが出てった。すぐに戻ってくることを期待しよう。道具10、テッドが地上の旅から無事帰還した。マジか！鉄砲持たせて、鉄砲が戻ってきたぞ。え？それって意味ある？一週間の中で好きな一日を言えと言われれば、それは土曜日だろう。それはわかるわ。日曜日は明日平日だから嫌だよな。水が二つ。それはいいことですね。で、腹すかせていて、でもって病気になった。くそ、医療バッグがないよ。どうすりゃいいんだ。週末を迎えた世界は平穏な世界だと思うかもしれない。そう、人がいねえのだから。だが、今ドアの向こうに誰かがいる。ちょっと、アイテム交換しようつなったら水を与えてあげようぜ。医療品をよこせ。すべてはこの猫が悪い。この猫がすべての元凶の始まりだ。こいつがもしかしたら核爆弾を落としたかもしれん。やってきた男はウォーターチップを持っていないことや、それについて知らないことが残念な様子だった。我々が用意した水を飲み、チップは大事だということを男は説明した。もうちょっと話を聞いてみようと思ったのだが、男は荒れ地へと歩いていった。水だけ飲んでどっか行ったのかよ。はぁ？マジ？病気つってもお前。はあ、どうしよう、せっかくこんだけ生き延びたというのに、たかだか猫のひっかき傷ごときでくたばるなんてクソみたいな人生は嫌だ。は？今日誰かがやってきた。赤い髪をした明るい女性だ。
彼女のお供にしている暗い感じの人もついてる。彼女は物を売っているらしく、仕入れた商品や、を見せてくれる。ガスマスクをトランプと交換したがってる。このラジオテープみたいなやつを毒ガス、ああ昆虫のやつか、殺虫剤ね。つってもガスマスクはあるんだけど、トランプがあっても今のところも現状をね、解決してくれるとは思えないんだ。病気が治るわけでもないだろ。だから無視しよう。あ、政府からのラジオ放送か。そうだ、来い、生き延びろ。あまりに推しが強いので断るのが大変だったが、なんとか断ることができた。よかったね。で、腹が減ってる。病気は完治していない。わかってる、わかってる、わかってる。水はどこにある？テントが必要になったら、水はどこにある？ちょっと待って。何が必要だって、お前は。喉と腹か。わかった、わかった。やるよ。ほら。なんとか治せ。気合だ。医療バッグがないのだから仕方がない。軍からのラジオ放送を聞いて我々は動揺を隠せなかった。救助が延期。な、わかったよ。もう捨てるよ。これでいいんだろ？はぁ、延期か。78日目だ。何日間待てばいいのだ。銃を捨てたぞ。これでいいか？これで治るのか？くそ、医療品がない。ただ衰弱するだけだ。医療品があればな。テッドの空腹は満たされた。まあ、それはいいことだが。医療品が、ああ、くそ、一個しかなかったのはクソだ。なんで持ってないのだ。そして、水やら、餌やらも四つもない。嘘だろ？シェルター内で死んでしまったのか。最悪だぜ。とんだクソみたいなエンディングだ。無駄に70日以上の生き延びてしまったのに。はあ、提供はしないことにした。少なくとも今回は、テッドは重傷だった。感染がひどくなり、彼の命は奪われてしまった。生き延びることができなかった。これは我々最後の言葉だ。これを読んだ人に役に立つように、我々はシェルターで79日間過ごした。まあ、長い年月を過ごしたわけだな。約3ヶ月ぐらい？ 2 ヶ月ちょっと過ごしたわけか。バッドエンドだね。生存した日数は長いけれども、あまりよろしくない。次やるときは医療品をもう少し手に入れるとしよう。ということで今回はここまでだ。チャンネル登録と高評価よろしく。今回は60セカンド。日本語で言うと60秒というゲームをやってみたけれども、いかがだったかな？このゲーム、なんかいろんなエンディングがあるようなので、次やってみてほしい。もう一回やってみてほしいとかあったら、コメントとか、あと高評価、共有、よろしくね。ってことで、バイバーイ。